You're watching Girl Band Official YouTube Channel Welcome えで、今日は、えー、また、辰吉丈一郎と私というテーマで、まあ、タイトルは辰吉なんですけど、辰吉パート2ということで前回の動画ですね、まあ、少しちょっと反省がありまして辰、まあ、吉丈一郎のファンの方っていうふうに考えると ああ、みんなかなりコアなファンの人が多いと思うんですよ。それこそ試合をもう生で全部見てるとかね。うん。で、そういう人からすると、やっぱり物足りない動画になっちゃうっていうのはちょっと嫌だったんで、で、実はかなり個人的なこともいっぱい喋っちゃってて、ああ、と、多分動画20分もあって、そんなに見てらんないって思った方もいるんじゃないかなと思ったんで、もう少し達吉さんを、要するにその、 僕の思い出と絡めながら、まあ、後世の人たちに、達吉丈一郎っていうボクサーがどんだけですごかったか、どんだけカリスマだったかっていうのをお伝えする動画に、こう、作っていこうと思いまして。で、まあ、今日これから、達吉さんのことを少し語りたい。まあ、私とその頃の思い出と絡めてですね、皆さんと共有したいと思って。で、まあ、今日も、えっと、パート2の動画を作っています。 それでですね、前回は、えー、と薬師寺安江との WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、暫定王者の辰、えー、吉錠一郎と、えー、正規王者の、えー、薬師寺安江の戦いで、えー、残念ながら辰、えー、吉錠一郎が敗れるという結果になってしまったという話でした。えー、それからですね、まあ、えー、っと、 辰吉の身体ということがまず注目されました、その当時。翌日、彼は左手にギブスをつけて登場しました。えー、一覧の開始間もない時に、役指示の、えー、頭を彼の左ジャブが、えー、捉えてしまい、それが、えー、まあ、以前から痛めていたんでしょうね。えー、剥離骨折に、拳をよすに痛めてしまったわけですね。 その状態で12ラウンドを戦ったとっいう事実が浮かびましたがもちろん、辰吉城一郎選手はそんなことを敗戦の理由にはしません <laughs> 誰もも打てって言ってないという理由で、えー、とそれを否定しましたまあ本当にねあのボクサーというのは、えー、と故障を抱えてリングに上がるものです辰剛さんも例外なくそういうことは今まで何度もあったわけですから その中でも勝利を,勝利を得ていったんでそれはもう僕は100%立吉さんの、えー、おっしゃることに、えー、同意いたしますしかしながら、まあ、あの敗戦は非常に残念なものでした、えー、私個人としても非常に残念なものでしたで、えー、もちろんその後の進退ということが一番大事だったんですが立吉は現役続行を決意しました えー、このままでは終われへんっていう見出しがスポーツ新聞に彼の後ろ姿とあの試合で見せた後ろ姿重ねてですね、えー、とスポーツ新聞の一面に出ましてですね、まあ、それを買った覚えがありますよ彼のおっしゃっていることは、えー、とボクシングっていうのは彼にとって作品だとでも作品が完成してないのにボクシングやめられないっていうのがまず彼がおっしゃってたことですね。 まあその復帰っていうことに対して私は非常に嬉しかったですで再起戦を組まなきゃいけないのですが日本では組めない、えー、日本のボクシングのルールは、えー、っと当時はですね、えー、網膜剥離になったボクサーはすぐにでももう引退なんです つまり、網膜剥離になるっていうことイコールボクサー人生のを終わらすっていうことになってしまうんです。ですから、多くのボクサーは後になって実は網膜剥離だったっていうボクサー結構多いんですよね。あの、一番有名なケースでいうと鬼塚克也選手。 鬼塚チャンピオンは網膜剥離であったことをずっと隠し続けてきたどれくらいだかちょっとよく分かりませんが、えー、最後の試合に、えー、負けて引退するときに実は網膜剥離だったとっいうことが発覚したりとか、えー、日本初の世界ミドル級チャンピオン竹原慎二選手、えー、竹原さんも、えー、と網膜剥離だったそうです だから最後の試合は、えー、網膜剥離を患いながらリングに立ったという事実があります薬師戦での辰吉は JBC との合意で負ければ引退あるいは症状が再発覚した場合も 即引退という年書を書いた上で、えー、日本のリングに上がるという特例の扱いで上がっていたんです。ところがその年書ですね、基本的に達吉の復帰っていうことは、達吉ヨは重きりそれを破棄してるわけですよ。で、ただそこには JBC のその日本のルールにも、えー、一つ問題があるんですね。なんでかっていうと、 海外ではどうかというと、田津氏が取った WBC 世界タイトルを管理する WBC では、2人の WBC が指定するお医者さんから完治の診断書が出ている場合、それを提出すれば復帰を認めるというルールがあるんです。 えー、そういった世界の潮流から離れたところに日本のボクシング界はあったわけです。ただしかしながらですね、網膜剥離という病気ですね、えー、これは基本的には不治の病というふうに、えー、今まで、えー、思われてきたものなんです。えー、実際にですね、特にボクシングをやってますとですね、えー、やはり最終的にまたその 症状が戻ってくることもあり得るらしいです。ですから、立吉も、えー、ずっと、えー、お医者さんとこう密にその、えっ、ー、と、網膜の、えー、管理をしていたっていうのを、えー、私は記憶してますね。えー、まあ、そういうことなんですけれども、えー、余談にはなりましたが、えー、これ、こういう事情があって、えー、復帰を、えー、していたんですよ。 薬師戦に限りですね。で、まあ、王座を取れば、えー、それ以降、えー、防衛戦をすることも日本ではできたんですが、負ければ引退という年初でしたので、誰もが引退をすると思っていました。私自身もこれからどうなるのかなと。ところが、達吉は引退をしないと、このままじゃ終わらへんと、そういうことを言い続けていたので、えー、 この再起には非常に多くのファンが喜んだと思います。しかし、その再起も、えー、まだ国内での再起ということに関しては、問題を残したまま、ラスベガスで試合をし、自分をランキングに戻すということから、世界のランキングに戻れば、それをアピールできるわけですよね。 現役ボクサーとして続けていくれるんだからというそれを要するに JBC に認めさせたいからそういう行動を取っていったわけですよ。で、立佳はこのノエ・サンティアナとの試合、えー、ノエ・サンティアナという選手は元米大陸チャンンピオンです WBC の米大陸チャンピオン。 でえー、その試合当時 WBC のランキング19位です世界戦挑戦権はございませんが、えー、決して弱い相手ではないんですねえー、っとレコードを見ますと、えー、27戦15勝 11KO12 敗です、えー、負けも多いですけれども KO 率も低くはない選手ですねそしてですね いわ、えー、くつきはですね、この選手のタフネスですね。この選手はですね、マルコ・アントニオ・バレラという当時ジュニアフェザー級の世界チャンピオン、えー、だった、えー、選手に挑戦をして、えー、12ラウンドフルに戦ってダウンもない、今まで KO 負けもないという選手なんです。そんな選手を相手に、辰吉は 一方で苦戦していると言われましたが、えー、リングサイドには、えー、フリオセサーチャペスという当時ジュニアウェイター級の、えー、レジェンドの、えー、チャンピオンなどが観戦をしていまして、えー、WBC バンタム級の世界チャンピオン、ウェイン・マッカラ、スタズヨシとの、えー、っと王座統一戦、WBC 王座統一戦に、えー、勝った薬師寺安江に えー、勝ってタイトルを吸収したウェイン・マッカラーがリングサイドで観戦しているという非常にプレッシャーの、えー、大きい試合だったんです。で、その試合をですね、えー、8ラウンドに2回のダウンを奪い、9ラウンド終了、テクニカルノックアウトで勝っているんですけれども、もうぶちのめしてるわけですよね。 でそういう意味では、立吉の力っていうのは、非常にその試合で証明をされたとは思います。しかしながらですね、あやはり、ウェン・マカラーも、WBC 王者のウェン・マカラーも、非常にビビったことでしょう、えー。この勝利は非常にアピールできるものだったと、その当時。 えー、私は思いますしかしながらですね試合を全体通して見る限りですね辰、えー、吉の高校生までの天才ボクサーと言われるようなあのボクシングは少し影を潜めてしまったという印象がありますねえー、私は2つのことが言えると思いますね 一つは、えー、やはり陣営としてでもですね、一日も早く達吉を国内復帰させなければいけません。そのためには世界タイトル戦を組む状況をまず作らなきゃいけなかったこと。えー、この佐伯戦は一つの、えー、ステップとならなければならない試合でした。達吉はこの試合に干渉したとは言えます。 しかしながらもボクサーとしてはまだまだあの大きな敗戦から立ち直るには、えー、いろんな意味での時間や労力を要したんじゃないかなと僕は思っているんですよ、えー。この後に達吉はヘロニモ・カルドスというメキシコのランカーと試合をすることになります。 えー、これもラスベガスの試合です。そしてこれは一応、えー、世界タイトル前哨戦という、えー、名が打たれていました。このヘロニモ・カルドスという選手は、えー、ウィン・マカラーが薬師寺アスへの WBC バンタム級タイトルに挑戦する前の世界前哨戦として戦った相手だったので、えー、ある意味ではそれも達吉の復活を、いや、達ツヨの復活、 あるいは世界挑戦できるというアスリートとしてのポテンシャルを試す意味でも非常に大きな意味があった試合だったんではないでしょうか辰吉は7ラウンド終盤に山場を迎えますダウン寸前まで追い込むのですが時間切れでダウンを奪うことはできませんでした8ラウンドに入ると辰吉の攻撃が一方的になります ラウンド終盤にリチャード・スティールレフリーが試合を突然ストップし達吉の TKO 勝利となりました試合後のインタビューでは反省しきりの達吉でしたが実はこの試合の前に翌年3月に世界戦を予定しているということが アナウンスされましたしかしながらその時点で国内復帰ののは立っっていなかったので,すですからそこで明言されていることはできれば東京あるいはこのラスベガスで世界挑戦をするということでした。 で、えっ、ー、と、もう一つ、その辺あたりからですね、達吉が1階級上でのジュニアフェザー級、まあ、現代の呼び名で言うとスーパーバンタム級で復活するっていう話になってました。で、えー、その当時ですね、私はニューヨークの、えー、とジムで、えっ、ー、と、実はボクシングをやってたんですね。えっ、ー、と、アマチュアのリングを目指してやってたんですよ。で、その時にですね、えっ、ー、と、実はそのジムっていうのが、 その、えっ、ー、と、アセロチャン・サンチェスっていうジュニアフェザー級のチャンピオンが練習しているところだったんです。ヘクター・アセロ・サンチェスはニューヨークで練習する、えー、ドミニカ出身のボクサーでした。で、その当時ですね、やっぱり、あの、ところがですね、そのアセロ・サンチェスがですね、負けまして、で、なった王者が37歳のザニエル・サラゴサっていうメキシコの ベテランチャンピオンだったんです彼は過去に3度チャンピオンになってましたねバンタム級で1回ジュニアフェザー級で2回でそのジュニアフェザー級でチャンピオンになったのも1回は、えー、畑中清選手日本の、えー、名古屋の選手ですね、えー、薬師選手の先輩になります松田ジムで えでその選手から、えー、とタイトル奪取したこともあった選手でした。サウスポーのトリッキーな選手っていうイメージが僕も昔から知ってたんで、あの、ありまして。で、これは面白い試合になるなと思ったんですが、私はやっぱり辰吉の圧倒的な勝利を信じてました。が、あまたあの夜、えー、非常に悲しい えー、配線をしてしまうことになるんですね。